チャオ、あっちゃんです。今日のお昼ご飯は、昨日ご飯残らんかったんね。で、あとね、うどんとかもないし、パスタ消化もてんけども、大した具材もないから、ちょっと前に見つけた、どん兵衛、日清どん兵衛焼きうどんの、担々焼きうどん。かしょう仕立て。っていうのを食べてみたいと思います。なんかね、スーパーで見つけて、なんだこれと思って、面白そうと思って思わずカゴに入れちゃいました。はい、ということでね、食べてみたいと思います。はい、担々うどん、そんなんあるよねって感じでね、ちょっと楽しみなんで食べてみたいと思います。はい、うどん、熱湯5分で、湯切りして今焼きそうみたいな感じのね、そんな感じみたいです。はい、あんまり、はい、してた。液体ソースと、あとね、麺、うどんと、なんかね、火薬は最初から入ってるタイプですね。はい、で液体ソースだけ、タレはこれだけです。あとはお湯入れて5分。やけども、どん兵衛はちょっと固いめ、あっちゃん0秒どん兵衛にはまったんで、0秒はさすがにねって思ってるけど、3分にします。はい、2分ぐらいちょっと縮めようかな。3分目、2分半目か3分目ぐらいが美味しかったもんね、どん兵衛ね。だからこれ、スープっていうかね、湯切りしちゃうんで3分ぐらいがベストかなって勝手に思ってます。はい、でね、そろそろお湯が沸くんで、沸いたら入れたいと思います。はい、お湯が沸きましたってことで入れます。はい、Hey Siri。 Hey Siri。 タイマー3分。3分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、タイマー3分にしました。で、これで、3分待って、湯切りして食べたいと思います。その間にね、スープを、上に置いときます。あ、山椒と花椒は同じみかん文化でも種類が違うって、タイマーです。ちょっと行ってきます。はい、では作っていきたいと思います。なんかね、焼きそばと違って焼きうどんって、うどんのなんかこういう汁気のないのって初めて食べるよ、こういうの。ある意味ね、こういうのいいね、なんかうどん、湯切りしたうどんってなんか新鮮、なんか見たことない、初めて見る。では、どこからでも開けられますって書いてあるけど、どこからでも開けられへんよ。うわー、すっごいトロトロ、なんかね、お味噌みたいなのが出てきた。中華っぽい、こんなね、お味噌みたいな中華っぽい香りがします。中華って中国系の調味料の。あ、花粉症がつらい。みんな花粉症大丈夫ですか？あっちゃんはダメです。できるだけね、家の外に出ないようにしたいなとは思ってんだけどね、週末ちょっとね、お出かけ、鈴鹿サーキットのね、感謝で行こうかなと思ってね、土曜日に行こうかなと思って、日曜日行こうか土曜日行こうか迷っててんけどね、土曜日行って日曜日はゆっくりしようかなと思ってます。はい、子供がね、日曜日あんまりね、うろちょろさせて疲れると月曜日学校行きたくなくなったらめんどくさいんでね、また怒るのもめんどくさいんで、はい、ということでこんな感じ、真っ赤っかです。山椒っぽいいい香りがする。美味しそう。では食べたいと思います。
ではいただきます。あー、歌唱がすごく効いてる。おいしい、めっちゃおいしい。なんかね、あの面白半分で、寝た気分で買ったんやけど、うん、あのね、タンタン焼きうどんって書いてあって、真っ赤っかだからすんごい辛いんかなと思ったら、そんなに辛くないのね。でも食べて口の中から飲み込んだ後、やっぱりね、あちこちがヒリヒリする、うん、まあね、これがないとね、めちゃくちゃ辛いわけでもないよ、うん、多少辛いかなっていう感じ。うん、これ美味しい。花椒ってこんな味するんや。山椒によく似てんねんけど、なんだろう、なんか香りがすごい、うん、今度買ってこよう。なんかこれは、あっ、今煮とんじゃった。とね、うん、いろんな料理に使えそうな感じがする。うん、ブラックペッパー買いに行かんとダメやから、もう一回行こうかな。気分次第でお買い物に行きます。広田さんは震災から5年という節目を迎え、改めて防災対策を考えようと、地元の杉並消防署による総合的な防火防災診断を受けることにした。おいしい、おいしい、うん、これはいいよ。あのね、なんて言ってんの、ほんとね、歌唱がすごい効いてんので、後からピリ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 するのね。あの山椒って後でこうヒリヒリ辛い感じ、うん、で口の中が山椒、歌唱の香りがふわーっと広がって、めっちゃ美味しいこれ、うん、おすすめおすすめで、あのね、見つけたら買ってみてください。美味しいです、はい。あの山椒の嫌いな人はダメですよ、うん、山椒の嫌いな人は食べられへんかもわからへんけど、あのね、山椒ってすっきりあるもんね、うん、それね、なんかすごく脂っこい。見てこの脂、うん、ね、真っ赤っかやろな感じでね。あのこれ何やろね、赤いのはラー油かな、うん、なんか、うん、でもね、見た目ほどこの真っ赤っかで辛そうに見えるけど、そんなに辛くないね。でもね、後から口の中がヒリ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 してくるから、食べた時は全然そんなに辛くないね。ただね、うん、食べた後、飲み込んだ後が口の中ヒリ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 ずっとしてるの。美味しいね。これは東京消防庁が行った実験映像です。夜間に火がかかっている状態で奥にある油を取ろうとします。すると袖口に引火、これが着衣着火の一例です。なんか今ね、テレビでなんかやってた、あの地震の時に避難どうのこうのっていうやつやってんだけど、全然違う話してて、ガスコンロの近くに調味料置くと、ガスコンロのとこから手伸ばして取ろうとすると着衣に火がつくから危ないよっていう話してた、うん、まあ、あーちゃんとこね、置く場所がないから、そんなガスコンロの近くには置かへんけどね。
あ、危ないよね。着てる服に火ついたら怖いよね。ね、知り合いのばあちゃんが着てた服も燃えて火傷したんよね。燃えちゃうよね。あら、うん。途中で水飲みたくなるのやっぱ辛いね辛くないよ。でもヒリヒリがすごいずっと続く。最初ってそうやもんね、うん、後でヒリ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 するね。今ね3食引いててすごい美味しい、うん、もうね食べ終わりました。あと一口ぐらいです。今回ね、はい、完食しました。日清どん兵衛の、担々焼きうどん、花椒仕立て、仕上げ。花椒が効いてて、すんごい美味しいです。で、食べた感じはそんなに辛くないけど、後からヒリ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 辛くなってきます。はい、これは、山椒が好きな人には、ぜひおすすめです。ってことで、よかったら食べてみてください。はい、ということで、あっちゃんの今日のお昼ご飯は、日清どん兵衛担々焼きうどん花椒仕上げでした。はい、ということで今日またね、気分が乗ったらお出かけします。わかんないです。はい、ということで、またね、バイバイ。